新庄、中日の選手にとんでもないコメント。嘘やろ。試合後のコメント。試合に敗れた日ハムの新庄監督が、ドラゴンズの選手たちに素晴らしいメッセージを残していた。ヒロシト君の球なんて、どうやって打てばいいんですか、わら。三振が本当に多かった。清水も、あれは打てないですよ。田中美希也について、あとは美希也君。小さな体でポイントを捉えてよく打ちましたね。あのプレイは野球少年に夢を与えますよ。今の中日さんは希望しかない。新庄に中日の選手がベタ褒めされてるの面白い。今年のオフに立浪祭りが始まったら笑えん。日ハムに流出する選手が増えそうやな。立浪は意外に選手と向き合ってる名将やぞ。今日は先発が良かった。打線も9回に爆発して采配も狂ってなかったし、新庄の絶賛も納得や。新庄日ハムに勝てた立浪は有能ですよ。最後の周平の守備には痺れさせていただきました。エスコンの現地民が発狂してる定期。ミキヤがセーブシチュエーション破壊したの最高。カリステありがとう。ミキヤと加藤も打線爆発してくれて本当に嬉しい。これが立浪優や。新庄に褒められるの嬉しい。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。